藤井清隆は、日本の実業家。コニカミノルタ株式会社専務執行役。コニカミノルタプレシジョンメディシン会長兼 CEO、アンブリージェネティクス会長、インビクロ会長。コニカミノルタのヘルスケア事業統括と同時に、2007年に1000億円以上で、米国にて買収した、遺伝子診断、医療画像診断企業の会長職を務める。兵庫県神戸市生まれ。 名田高等学校卒業。1981年に東京大学法学部を卒業した後、マッキンゼーカンパニー、東京事務所に入社。東大から新卒で、マッキンゼー入社の第1号。1986年ハーバード大学、経営学修士号を取得後、ニューヨークの投資銀行ファーストボストンで、M&A に従事、ルパート・マードックによるメディア企業買収。 三菱地所によるロックフェラーセンター買収、フォーシーズンズホテルによるリージェントホテル買収、サントリーによる英国企業との合弁設立など、数々の国際的大型 M&A 案件に携わる。帰国後、ブーズ・アレン・ハミルトン取締役副社長を経て、40歳で半導体設計ソフトウェア、ケーデンス、デザインシステムズ代表取締役社長就任。 SAP ジャパン代表取締役社長在任中に売上を3倍に伸長し、日本大企業の7割近くが、機関業務に SAP のシステム導入実績を達成。クインタイルズ・トランスナショナルジャパン代表取締役社長。LVMH の総帥であるベルナール・アルノーに、壊れて、ルイ・ビトン・ジャパン・カンパニー・プレジデント &CEO に、就任。 電気自動車インフラサービスのベタープレイスジャパン、代表取締役社長兼アジアパシフィック代表、オリンパス株式会社社外取締役、ヘイローネットワーク、ジャパン株式会社代表取締役社長、ザ・リアルリアル株式会社代表取締役社長を経て、2016年より、コニカミノルタのヘルスケア事業本部長兼専務、執行役。A、不都合に堪能。 キッシンジャー氏との会談で日本人で一番説得力のある英語を話す。と評された。2014から2015年に六本木アカデミーヒルズでハーバードビジネススクールのケーススタディを英語で教える講座を開催。2013から2014年に九州大学客員教授として同大学で国際経営講座を担当。アメリカマサチューセッツ州の出身の前妻。 ジャーナリストで日本外国特派員協会の元会長のルーシー・バーミンガムとの間にザ・サラバースの元ギタリスト藤井イ也、ハリウッドで女優藤井ヒトシナ、タレントの藤井サチラ3人の子、料理研究家の中村夏子と再婚。ありがとうございます。